さんに言ってもらったんだもん。そう、しかもめちゃめちゃ可愛いメイクさんにやってもらった。イエイ。え、そう、三つ編みなの。三つ編みじゃないよ、これ。三つ編みじゃないんだけど、三つ編みに見える？玉ねぎのね、なんかアレンジバージョンにしてもらったんですよ。あ、ね、みんなさ、あの、何？急に？急に何？って感じかもだけど。あ、みんなこれ使ってくれてますか？この生誕グッズのバッジ。私はメイクポーチにつけてますよ。みんなお揃いつけてね。明日はいよいよオンライン話会、イエーイ、マッチョリオン、久しぶりだ、嬉しい。そう、玉ねぎよく見せてあげる、よく見せてあげる。ちょっとさ、ライトが暗いんだ、ライトが暗いんだ。ネイルか、ネイル、ネイル見えた見えた、ネイル。メイク道具紹介しませんよ、大したものないです。だって知りたいやつないやろある、ポーチかわいいやろ。そう、これね、ビアードパパ。ビアードパパって、待って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 、ビアードパパってさ、シュークリームじゃん。違う違う、バーバパパ、バーバパパそう、うん、女の子は知りたいかも。あ、じゃあ女の子はぜひ、うん、大して参考にならないけどね。ファンで知りたい。私ね、ファンではね、今ね、自分に合うのを探し中やから、今は、待って、これテレビのライトさ、やばいね。一回消そう。あのね、あ、でも消したら暗いね。暗いけど、まあ、いっか。シュークリームやないかいって。そう。シュークリームだったあの、なんだっけ、ファンデーションはね、ちょっと待って、リップ濡らして、本当に本当にこれだけお願い、リップ濡らして、リップ塗りたい、リップ塗りたいけどさ、ちょっと待って、リップさ若干なくなってる気がする。あ、あった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 、うん、目がキラキラしてる、嬉しい、キラキラさせてる ファンデーションは本当に今っていうか結構ずっとやっぱ、ね、自分に合うやつをね探しおるっちゃけど、なかなかなくて、あの、今はですね、もらい物を使ってます。もらい物、うん、もらい物、なんかね、前にね、もらったの、あの AKB でもらったっちゃけど、ちょっと待って、コメント見たい。今日の、大人っぽい、本当に、そう、ね、なんか AKB でね、もらったんだよね。なんだっけ、あのクッションハンデ、バビメロさん、なんかバビメロさんのね、もらって、バビメロさんの商品はなんか一人、なんか希望したら一人二つももらえるみたいなあって、それで前にね、めっちゃ前に、そう、1年くらい前かな。で、あれです、そっからずっと使ってます。でもそうそうなくなるんじゃないかな。あのね、バビメロさんの、私はなんかアイシャドウとかもらおうと思ったけどね、アイシャドウあえて選ばんくて、アイシャドウなんかなくならんやんか。だからアイシャドウとかリップとかはなんか
もらっても、いや、あのね、もらってももらっても溜まっていくので、あの困ってたからファンデーションは、あとねメイク落としのバームをもらって、メイク落としのバームなんてね、一昨日ぐらいに使い切ったよ、やっと1年間ぐらい使ったわ。うん、まあ違うの使ったりもしたから。でファンデーションがこれ、バビメロさんのバレンタイングローフィットクッション、私結構これ好き。待ってちょっと見せるね。うん、ショールーム久しぶり。 AKB で何もらったって、 AKB ですやんって、その AKB でもらったんです。そう、ミシャのクッションファンで、あ、使ったことある、ある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 よ、女の子は使うよね、ツヤ肌で。これバビメロさんのバレンタイングローフィットクッション21、私は21番を選んだ、アイボリー。これはもらい物なんですけど、これです。どうやって見せる、これです。これをまだ残っちゃうから使ってる。逆におすすめ教えてほしい。うん、そう、なんか私はさ、カバー力とかツヤ感があるやつ好きけど、なんかね、本当はね気持ちはマットにしたいけど、なんかね、前ねコスメショップみたいなとこ行った時にツヤ肌が合ってると思いますって言われたの。それからそうやっちゃうってなって、うん、でカバー力欲しいけど、なんかカバー力がねめっちゃあるっていうものになかなか出会えんね。そう、なんかさ、カバー力をねめっちゃ求めすぎるとね、なんかね、ちょっとひどい話してしまうけど、なんか私的に、いや待って、こんなこと言っちゃいかんな、こんなこと言っちゃいかん、待って言葉選んでしまう、待って、でも私いつもこうやって言っちゃうんだよな。いや、やっぱなんでもないです。まあカバー力強すぎると、こういう風になるんですどういう風ってね。なんかさ、カバー力強めなのをね私が使うとね、なんかねおばさんになるのよ、おばさんみたいな肌になっちゃうから、なんかわかると思う、女の子はなんか年取って見えるの。そう、年取って見える、なんかそう、おばさんみたいになっちゃうから、肌がだからさ、だからね、あんまりカバー力強すぎるものは怖い。なんか分からんけどね、なんかおばさんになる。あ、そう、厚塗りかな、厚塗り感があって、なんかババアみたいになっちゃう、おばさんみたいになっちゃうから、私はカバー力欲しいけど、なんかその加減が難しいなって思う。あ、そう、厚塗りっぽくなっちゃうよね。そうなの。そう、なんかね、ツヤがなくなるっていうか、なんて言ったらいいっちゃろう、まあ一回やってみて、そう、私もファンデーションを探し中なので、おすすめあったら教えてほしい。お口が悪くなっちゃった。これお揃いにしてね、みんなやってみて、やってみたら分かるって絶対。そうなんだババア言うたで今ってそう、下地何使ってる？下地はね、下
下地は私がめっちゃ好きなのは、私ね下地ね何個か好きなのあるっちゃけど、あーどれがいいかな。もう最近気に入ってるやつは、待って、うんね、本当にね、私下地お気に入り結構あるかも。下地は今日はこれ、今日はねなんかね日焼け止めだけど、めっちゃこれですね、トーンアップしてくれるのよ、アリーの黒ビューティーカラーチューニング。これ何、何の匂いだったっけ、これはね何だったっけ、パッチェリとシトラスウッディだったか、いやウッディだったかな、なんかそんなの。これはマジで女の子に本当におすすめ。あのね日焼け止めがね SPF50 入っちゃって、なんかもう本当に化粧下地になるし、めっちゃトーンアップするお顔用です。これももらい物でも、これもらい物で使ってみたらめっちゃ好きです。最近めっちゃ売られてるこれ。これおすすめ。これおすすめ。これは、あこれはねそれこそねこれ確かゆきりんさん、ゆきりんさんが何お仕事の現場にこれどうぞみたいな置いてあってもらったやつです。それこそ、そうめっちゃお気に入り。多分私はこれは次はリピ買い自分ですると思います。うん、アリってね日焼け止めの中じゃまあまあの値段するんですよ。でもめっちゃいい、これめっちゃいい、これ本当に、え嬉しい、かわいい、本当に好みの香りを選ぶといいと思う。私さちょっと香りわかんないけどね、ここ、これが書いてあるやつ、これこれ、こんな色、確かねウッディ入ってた気がするよ。うんですね、買ってみて。そうで、これめ、これは気を使ってる下地で、あとめっちゃ好きなのが、あこれはねこれめっちゃ好き、これめっちゃ好き、これラロッシュポゼ UV イディア XL プロテクショントーンアップローズ。でもこれは最初ホワイト使っちゃってローズも使ってみたいってなって今ローズ使ってます、なくなったので。これこれはローズだからピンク、これはもうド定番で、ド定番。これはだってね、これは桐谷美玲さんとかも、さやこさんとかもいいって言ってるんだから。嬉しい。ご褒美配信、嬉しいね。いや、ご褒美配信に して、これを。そう、みんな使ってる、これ。みんな使ってるっていうか、そう芸能人の方も結構使ってるよ。下地はね、本当に3つ4つぐらいお気に入りがあるから、まあ2つはこんな感じかな。うん、そうだね。あと2つぐらいあるから。けどどれかを使います。配信気づかれた、気づいてよ、気づいてよ気づいてよ。そう、そんな感じ。あとはない？私が逆に聞きたいもん、おすすめのコスメ。髪型可愛すぎてつんと嬉しい。玉ねぎちゃんで、これアレンジしてあるのよ。これよく見たらアレンジしてあるのよ。ただの玉ねぎじゃないんですよ、天才。あ
キンちゃんだ、ヤッホー。うん、うん、いいえいいえ、なんかおすすめあったらコメントとかでいろいろ教えて、逆に。うん、最近はね、なんかね、下地してその上にハイライトを先につける、何、仕込みハイライトにハマってます。サイン会と写メ会外れたけん話そう、話す。ネイルもしてるのって、女子力って嬉しい。そう、気づいてくれた？ネイル変えたの、顔、顔オレンジにした。でもこれラメ見えんよね、ラメがね入ってんのよ先っぽにね。うん、ロマ&のラメだけのアイシャドウパレット超かわいい。おお、めっちゃさ気になってた。ロマ&のラメだけのやつね、あるよね絶対いい、あれは。うん、使ってみたい。ファンデのおすすめ聞きたいですね。私がさ、ファンデのおすすめ聞きたいのよファンデのおすすめ私が聞きたいのよ。今はね、もらい物使ってるからね。今はね、クッションファンデのバビメロさん使っちゃって、探し中、いいの。うん、そう、そんな感じよ。ね、アイライン、アイライナーのさおすすめ教えてほしい、女の子なんかたくさん動いても落ちんくてみたいなやつ教えてほしい。うん、マスカラ何使ってるって。マスカラはね、マスカラは、あ、マスカラはね、これね、私のおすすめっていうよりね、ゆきりんさんのあの YouTube、 ゆきりんチャンネル、な、待って、ゆきりんチャンネルじゃないわ、待って、合ってるかな、まあ、ゆきりんさんの YouTube チャンネルでを見て使ってみたいと思って使ったらめっちゃ良かったやつがこれ。ね、だからこれゆきりんさんのおすすめで私もおすすめです。エッセのこれはね、まつげ下地やけど、これね、これ1本でも全然めっちゃ綺麗になる、めっちゃキープしてくれるし、あのマスカラ下地アイエディションマスカラベース01番、これ、これをね塗ってね、これを塗ってね、これだけでもいいし、これつけてこれだけでもめっちゃ綺麗なの。でもね、なんかもっとバサバサにしたいみたいな、もっとまつげを強調させたいみたいな時に、うん、だからなんかは、なんかね、もっと目力アップしたいみたいな時は、その上にデジャブの、前はね茶色使いよったけど、今はブラックを、ブラックを足します、上に塗ります。マスカラ下地前使ってた、おお、今何使いよった、泡やった、デジャブ使ってる、デジャブ提案よね、めっちゃいい。ラブライナーか、やっぱラブライナーかね。ラブライナーね、私もね使ってるっちゃけどさ、ラブライナーはやっぱ取れんよね、なんかもっと濃く映る、なんかラブライナーの中の色を選べばいいってことか、もっとなんか濃い色を選べばいいってことか。うん、エレガンスのマスカラ下地使い始めてから他の使えない、
エレガンスのやっぱいい？なんかさ、エレガンスのマスカラ下地は松本ひなたさんだっけ、誰かがなんかインスタのストーリーにあげちゃった気がする。いや、ゆきりんさんすごいよ、ほんとに。ゆきりんさんの YouTube チャンネルでおすすめって言ってたもの使うとほんとにいいもん。そう、そうですね。カールキープえぐい、ほんとに。でもね、私エッセイでめっちゃ満足してるわ。でも使いたい。カールキープ梅雨でもいけるかな。わあ、ゆなちゃん、やっはー。梅雨をちゃんと一緒に乗り越えてくれるコスメがいいよね。いいよね。私さ、メイク配信したことない。メイク配信って書き合うけど、メイク配信したことないよ。メイク配信したことないね。なんか恥ずかしいよね。だって、あ、よし。今まで使った中で個人的に一番キープされた、あるよね、そういうの。メイク配信とかヘアアレンジ配信、うん。ヘアアレンジはやったことあるけどね、メイクはやったことないね。押し増しがあると思うよ、明日は。押し増しでどうぞ来て。確かに当日券ね、当日券はどうだろう、分かんない。当日券はなさそう。うん、しましならね、あるけど、そっか、お仕事だったのか。 PM、 そうだよね、急にさ、お休みになったりするとね、その日の使い方とかなんか困っちゃうね。もうね、前髪がね、めっちゃ取れてるっちゃけど、今日は撮影だったんです。もう前髪はどっか行ってますね。どっか行ってるというか、ぐちゃ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 になってるけど、4月から社会人になった。おめでとう、かぼちゃん。すごい、お話聞きたい。うん、すごい頑張ってる。もう4月からってことはさ、もう2ヶ月目だよね。すごいドキドキだ。最近のお散歩で何か見つけたことない？もうね、毎日楽しいよ。なんかさ、赤ちゃんが歩いてるっていうか、なんかめっちゃちっちゃい子がさ歩いてたり、ママと歩き寄ったりさ、めっちゃ可愛いとか。なんかね、あのおばあちゃんとかがさ、私ね、おばあちゃんとかがさ、なんかに挨拶されるのめっちゃ好きなんだよね。なんか可愛いってなる。なんかそう、東京とかってさ、まあ
東京とかって本当にさ、街で人と出会ってもさ、挨拶絶対せんやん。まあめっちゃ知らん人やしね。まあせんやんか。でもさ、するんだよね。なんか人通りの少ないところとかでさ、ね、こんにちはとか、おはようございますとか、全然知らないおばあちゃんとかと挨拶したりするのよ。平和だなって思う。今日写真いっぱい撮ったよ。だからね、載せるのが楽しみなの。そう、でも私新しい道を歩いたりするけど、歩き慣れた道いっぱい歩いたり、たまに新しい道を探索してみたりするかな。そんな長時間お散歩できる？そう、なんかね、私は1時間ぐらいお散歩できます。前はなんかめんどくさーってなっちゃったよ、正直。めっちゃ前は、1年前、いやいや何年前かな。まあまあまあ、でもね、もともとはね、お散歩するのめっちゃ好きで、でもなんか1時間歩くとかはなんか疲れるなみたいなあったけど、最近はね、なんかもう1時間歩くの普通だし、楽しいってなる。まあでも今の季節めっちゃ暑いからあれやけど、17期生とは仲良くないと。17期生の子たちとはね、挨拶ぐらいしかしたことないです、まだ。あんまり会ったことない、まだ。めっちゃ距離歩いてると思う、私。最近お疲れすぎてメンタルがヘラヘラだけど、そらちゃん可愛くて。嬉しい。ねえ、そんなこともあるよね、本当に。なんか、疲れちゃったな、みたいなこともさ、いっぱいあると思うけど、ね。なんかこういう配信とか楽しみにしてくれたらめっちゃ嬉しい。いつも挨拶すればお友達になれるよ。おばあちゃんとなれそう。なれそう。でも覚えてくれてるかな？覚えてくれてないよ、きっと。そう、挨拶から始め、本当にそう。東京だと迷子にならんのって。東京だと、まあ普通にぶっちゃけ迷子になったりするけど、すぐ「あ、ここか」ってなる。なんか「あ、ここね」みたいな、なる。そんな感じ。迷子になったりはするよ。でも電車の乗り換えとかは全然迷子にならなくて、私は道で迷うかな。そう、歩くの好き。そう、にっこり笑って挨拶してみましょう。はじめは小さな声でもしょうがない。あ、刺しちゃった自分も。リップめっちゃついたし、最悪。少しずつでいいから大きな声を出すの。いつかは振り向いて。案内する？本当に？案内してくれる？頼もうかな。劇場来るときに迷子になったことあるらしいって。大変じゃん。ファンの人がそれ教えてくれるじゃん。いや、迷子になんかさ、時間がめっちゃある時に迷子になるのはさ、勉強って思えるかもだけど、めっちゃギリギリの時間の時にさ、待ち合わせあるとかさ、集合時間があるとかの時にさ、迷子になっちゃったら焦るよね、めっちゃ。
大阪ならいつでも案内するでって。大阪は本当に分かんないわ、道頓堀しか分かんない。そうなんだ。さね、私も早く劇場に立ちたい、早くレッスン受けたいな。外泊の時って湯船にお湯溜めて入る？まあ、日によるけど、時間がある時はなるべく入るようにしてるかな。ねえ、さよなら毛利さんもね、出たい本当に。うん、レッスンまだね、受けてない、受けてないですね。なんかさよなら毛利さんのさ、コンサートやりよったやんか。あの時に何曲かはやったっちゃけど、そっからうんですね。なんか泣きそう。そのありがとう、みんな楽しみに待っててくれて。絶対に立つので待っててください、うん、早くレッスン受けたいな。即興で踊っちゃいなって。いい？即興でいいかな。即興でいい。結構難しい曲多かったりするんだよね。え、Kのさ、楽曲みんな知ってるよね。大体知ってる？振りして真似してと海を渡れとかめっちゃ難しくない？めっちゃ難しくない？まあ、その曲ちなみにまだやってないんですけど、めっちゃ難しいって思いながら。あ、逆上がりはレッスン受けた。逆上がり、あ、2番だったこれ。じゃんち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 ゃん、逆上がりできるって。逆上がり、逆上がりできる、できてた。嬉しい。さあの劇場フルデビューまで劇場行かないってめっちゃ嬉しい。待ってて。逆上がりできるよ。そう、鉄棒の方もね、できてたよ。逆上がり、懐かしいな。最近何かスポーツしたって。最近何かスポーツした、最近はね、最近ウォーキングとダンスしかしちゃらん。ウォーキングと1週間前のダンスとかですかね。そろそろ終わろっか。テニスとバドミントンすごい、めっちゃ運動してるやん。運動。じゃあ私は今からお風呂に入って寝ます。寝ます。
みんなありがとう、見てくれて。みんなももう眠いやろ、寝ますか。じゃあみんな明日はね、みんなオンラインお話し会だよ。みんなオンラインお話し会だよ。みんな来てくれるよね。いいと思う。うん、お風呂に入ったら寝るけどね。私ね、お風呂に入ってさ、1時お風呂に入る時間から数えてカウントして1時間か2時間後じゃないと寝ないんですよね、いつも。何をしてるんだって感じですけど。だから今からお風呂入るから、まあ寝るのは1時か12時ですかね。1時ぐらいになりそう。まあみんなおやすみなさい。いや、なんかお風呂に入ってダラダラして、あ、なんか髪の毛とか乾かすやん。でなんかダラダラしちゃったら1時間2時間勝手に経ってるんですよ。なんかお風呂上がって30分以内に寝たいけどさ、私髪の毛乾かすのにも時間かかるしって感じです。じゃあみんなおやすみなさい。じゃあランキングルーム、ちょっとこのライトあんまりよろしくないね、本当に。うん、そう思ったよ。じゃあ行きますね。13位、あっくんは広島県民。11位、羽生まさ、間違えた。13位、さとしさん。12位、あっくんは広島県民。11位、羽生まさん。10位、スヌポンさん。9位、おめえらさん。8位、なこみくふなかたさん。7位、ピンクかめおさん。6位、かずにさん。5位、りゅうさん。4位、シナとマクサーモン。大好き、明日お話がよろしく、楽しみ。私も楽しみ。3位、ナンさん。2位、わさっぴさん。1位、やす1983さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。では皆さん、あの、みんなもお風呂に入って早く寝てね。私がいることじゃないけど。それではみんなおやすみなさい。明日オンライン話し会で待ってます。おやすみ、ありがとう、バイバーイ。